方が。123ヤードパー3。またショートが出てきましたね。風がかなり揺れているようです。何これ。おお、さすが軽井沢。山がめっちゃ綺麗ですね。どうだろう。右かな？下りのスライス。これは速いから軽くね。今回12フィートなので下りはね、結構慎重に打ってもらいたいなと思います。んー、どうだろう、向かってるけど、あー、全然通り過ぎちゃって、全然通り過ぎちゃってます。気持ちだ。力を打てるんだね。こちら上りなのでね、まあ、しっかり打っていきましょう。あ、でも強くないか。うん、強いよ、ね、ガサガサ言ってる。強い。全体的にパターが強いです。おお、打ち下ろしです。紅葉に向かってズドンと行きたいですね。ちょっと擦れ玉ですね。スライス気味です。いきます。155ヤードちょっと洋芝なんで、ねっとりくねっとり。洋芝は結構ね、食われやすいんですよね、ウッドが。間違えた間違えたというか、先っぽに当たってましたね、今クラブの。全然大きい。わあ、またでっかい。行ったり来たり、行ったり来たり。わあ、パターも大きい。もう全部大きい。あー、このホールはちょっとダブルパーぐらいいきそうですね。入れ。打ち上げのパー5です。気持ちを切り替えてパー5に臨んでいきましょう。微妙、ボールが低い。しれっと4バウンド。実は一番好きなクラブが4番ウッドです。あ、なんか力が抜けましたね、打つ瞬間に。右にも左にも行ってます。お、これは綺麗にしたターフ取れましたね。ちょっと悩んでますね、なんか歩き方が。あ、なんか変な打ち方。フェイスが前に全く出ていません。笑ってごまかしてる。なんとかボギーですね。